元山明は東京都出身のレーシングドライバー。両親がレーシングカートのサーキット場、サーキット秋瀬を経営していたことから、幼少時よりポケバイやレーシングカートに乗っており、少年時代にはポケバイの全国大会やレーシングカートの SL 全国大会でも優勝している。1986年には全日本カート選手権にエントリーし、同年に A1 クラス、1987年89年に A2 クラスのシリーズチャンピオンを獲得し、翌1990年には全日本 F3 選手権にて四輪レースにデビューした。国内トップカテゴリーでは1998年、2001年、2003年、2005年のフォーミュラ日本及び2003年、2004年、2008年の全日本 GT 選手権。 GT500 クラスのシリーズチャンピオンを獲得しており、日本を代表するトップドライバーの一人。夫人は元レースクイーンの小寺真サコ。フォーミューラー日本での年間チャンピオン獲得後も、海外進出には消極的だったが、2003年4月に幼馴染でもある親友、加藤大二郎がレース中事故死したことを機に、積極的な海外進出を試みる姿勢に転換。 同年中にワールドシリーズ Y、日産のテストに参加したほか、10月の F1 日本 GP では、ジョーダン・フォードから金曜日のテスト走行に出走するなど、機会があれば、海外のレースに参戦したいとの姿勢を見せるようになった。なお、加藤の自己死以降、登場するレーシングカーには、モートジッピーにおける永久欠番となった加藤のゼッケン74が記されたステッカーを、 重負している実際2003年末から2004年初頭にかけて上段等の f 1チームと交渉を持つも契約締結には至らなかった日本人ドライバーが f 1に進出するためには海外におけるホームユラレースでの実績トヨタやホンダ等のサプライヤーとのコネクション資金力が必要とされており海外実績が非常に乏しく 日産自動車の開発ドライバーを務めていた本山は F1 に参戦中だったホンダやトヨタとの有力なパイプを持っておらず、レギュラードライバーの弱年化も著しかった F1 のシート獲得は非常に厳しいものであった。その状況下でも、さらに日産とルノーの資本提携関係をもとにルノー F1 のシートを目指し、スペインのヘレスサーキットでルノーのセレクションを受けているが、 当時33歳となっていた本山の年齢なども含めてルノー側のニーズに合わず交渉は不調に終わった。また、思うようにチームから求められる持参金が集まらない現実もあり海外進出はならなかった。その後は国内レースに専念する方針に切り替え、前述のように2005年のフォーミュラ日本と2008年のスーパー GT でチャンピオンを獲得した。また、 この年の開幕戦において、ブノはトレルイエトのコンビでこの年からサーキットへとカムバックした日産 GT-R のデビューウィンを果たし、その後シーズン3勝を挙げている。2009年にはホームュラ日本にエントリーしないことを自身のホームページなどで発表し、スーパー GT に集中することとなった。開幕戦では g t 参戦通算100戦目を迎え、また、 シーズン2勝を挙げ、最終戦までチャンピオン争いをしていたが、最終戦のモテギで、トレルイエのドライブ中にタイヤバーストに見舞われ、マシンが損傷。シリーズ連覇を果たせなかった。2010年は、この年に装着していたミシュランタイヤとのマッチングに、苦しみ部長に陥った。さらに、チーム側が巻き返しを狙っていた第7戦富士では、直前に上陸した台風により、 富士スピードウェイ周辺の道路が被害を受け中止となったこともあり、未勝利に終わった。2011年は、再び装着タイヤをブリジストンに戻し、第2戦富士で勝利を挙げるが、それ以降2戦連続のポイントに終わり、同じ GTR をカルモラの柳田正隆とロニー、クインタレッリにランキングで先行を許す。しかし、第7戦、オートポリスでは、 予選12番手スタートから追い上げを見せて優勝。最終戦では、ポールポジションからスタートしたモラを5番手から追い、終盤に本山が柳田をかわし、トップに立つとそのまま逃げ切ってに連勝を飾り、本山自身は3年ぶりとなるシーズン3勝を記録することができたが、チャンピオンはこのレースで着実に2位を得た、モラコンビの手に渡った。2012年は、 世界耐久選手権参戦のために離脱したトレルイエに代わり、ミハエル・クルムと8年ぶりにコンビを組んだが、2年ぶりのシーズン未勝利に終わった。6月には日産のデルタウィングを買って、久々となるルマン24時間レースに参戦したが、自身のドライブ中に中島和隆に接触され、リタイアに終わった。二千十三年は柳田とクインタレッリに譲る形で、 長年在籍した西門を離れ、関口雄飛を育成するためモラへ移籍して、コンビを組む。2014年は、ウェスポーツバンドをに移籍した関口に代わり、柳田正隆とコンビを組む。本年は、予選、決勝ともに速さは見せるものの、レース中に車体が炎上しリタイヤするなど、GT-R 勢の中でも不運のトラブルが続き、未勝利に終わった。2015年も、 前年と同じく、柳田とコンビを組み GT500 戦。第3戦で2011年以来の優勝を果たすなど、活躍を見せ、シーズン6位。2016年、2017年は、ブランパン耐久シリーズ覇者の千代勝正が、GT500 にステップアップし、コンビを組む。第5戦鈴鹿では千代が第4戦でクラッシュした、ことにより、候補指名生とコンビを組み3位表彰だよ。 獲得する。2017年の第4戦のスゴでは、デンソーサード LC500 の平手秋平と最終ラップまで激闘を繰り広げ、雨が降ってきたことによってコースアウトし、ハーフスピン状態になった平手を、同じくコースアウトをして、コースに戻ってきた際に接触、結果として平手を助ける格好になりにいいとなったものの、レース後は、 SNS 等でスポーツマンシップを称賛された。ただし、レース自体は満足のいくものだったものの、レース終了直後は、やはり悔しかったとコメント。同年は、この2位が最高成績であり、シーズン12位という成績に終わる。2019年、GT500 から引退。2月の日産の体制発表記者会見で行われた、引退セレモニーでは、師匠である、 星野和義や後輩ドライバーから花束が贈呈された。同年より、ニスモのエグゼクティブアドバイザーに就任し、日産系チームをサポートする。2020年は、スーパーフォーミュラに参戦する、バズレーシングウィズ・ビーマックスの監督を務める。また、スーパー耐久に体力レーシングの日産、GT-R ニスモ GT-3 で参戦するとされたが、結局同チームが、 新型コロナウイルスの流行の影響で活動を休止したため参戦は実現しなかった。一方で12月にはフォーミュラリージョナルジャパニーズチャンピオンシップと全日本スーパーフォーミュラライツ選手権にスポット参戦。FRJC ではチーム強 SFL では B マックスレーシングからの参戦となる。1997年本山は JTCC で 中おさむ、黒沢拓也とチャンピオン争いを繰り広げていた。中子がポイントリーダーで迎えた最終戦のインターテック第2レースで16周目のヘアピン侵入時に本山のインをついた中子がブレーキをロックさせ、本山に接触、本山のマシーンは損傷、スピンして順位を落とした。この接触でタイトルの望みが消えた本山は中子に報復するため、 一周のスロー走行の後、18周目の 100R でアウトから来た中後に接触し、中後はコースアウトクラッシュした。その後、本山はピットに戻りレースを終えた。この件で中後に罰金5万円、本山に罰金50万円のペナルティが課せられ、本山は後に行われたフォーミュラ日本最終戦と GT オールスター戦への出場を停止された。 この際競技ライセンスの剥奪やレース会追放も検討されたが、その才能を惜しんだニスモやチームルマンや鈴木アグリの尽力により、何とか免れることとなった。モータージャーナリストの林圭清氏は、著書 F1 の秘密内でこの事件について触れ、名指しはしなかったものの、このような選手に F1 へ行く資格はないと評している。なお、 本山と中子の当事者同士の間では、この区断の直後にコントロールタワーで、本山は中子と顔を合わした際に謝罪しそれほどのわだかまりはなく、時を経て2020年には、雑誌上で対談しこの最終戦の状況について、10回している。全日本フォーミュラ3選手権フォーミュラ日本全日本、スーパーフォーミュラライツ選手権。ありがとうございます。